メンズファッションにおいて、まあ、欠かせない軸となるアイテムってやっぱりいくつかございますよね。グレーのスラックスだったりとか、まあ、ネイビーのジャケットだったりとか、それからここからが本題なんですけれども、シャツでございますね。まあ、やっぱりシャツっていうアイテムは基本中の基本だからこそしっかりとしたものがあるとよろしいんじゃないかなと思います。今日はね、そんな全ての男性の基本となりうるシャツというのをご紹介していけたらなと思います。オクテットチャンネル、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日は大げさかもしれない、まあ、冒頭だったのかなと思うんですけれども、お話した通りですね、メンズファッションにおいてシャツというアイテムがやっぱり欠かせないなというか、すごく重要なファッションアイテムですよね。はい。でシャツっていうのはすごくこう多様なんですけれども、やっぱりメンズファッションってもともとはやっぱりこう下着だったものなので、おしゃれだったりとかファッションっていう意味合いと、そしてもう一つやっぱりこう身だしなみという面でもすごく大事なものだったのかなと、そんな風に思います。そしてね、まあこのシャツっていうアイテムってやっぱり今でも皆さん着られるじゃないですか。特にうちの動画だと非常に人気があるのがジャンネットだったりとかフィナモレだったりとか、そういったイタリアのシャツだったりねしますよね。でこの辺のねシャツアイテムっていうのもすごくこう丸くてかっこいいアイテム、ちょっと柔らかい感じでカジュアルに着こなせるっていうね、そんなシャツだと思うんですけど、やっぱりね基本に立ち返った時に絶対に持っておかなきゃいけないシャツっていうのが僕はねあるんじゃないかなと思っています。それはどんなものなのかっていうと、まあやっぱりカジュアルもいいんですけど、まあそれも兼ねられたらもちろんいいと思うんですが、そうじゃなくてタイドアップだったりとかネクタイをした時という時にしっかりとね、下白シャツだったりとかサックス部のシャツっていうのがちゃんと持ってるっていうのは非常に大事じゃないかなと思います。もう言うまでもないんですけど、やっぱりこう TPO 的にスーツを着るシーンっていうのがなくなることっていうのはやっぱり一生ないと思いますし、そういった時にまあスーツとかねかっこよくても、なんかこうシャツの首回りがおかしいとか襟がおかしいとか袖が足りないとか、まあいろんなことがあったりするわけですよ。やっぱりそれってちょっといただけないなと言いますか、もったいないんですよね。こうせっかくこうスーツとかが良くても非常にこう完成度がぐっと下がってしまうので、シャツってまあ一番こういう風にタイドアップとかした時に見づらい場所でもあるんですけど、でもその細部がすごく重要っていう、そんなこう身だしなみにおいても非常にね必須なアイテムじゃないかなと、そんな風に思ってます。ちょっとね前置き長くなったんですけども、で、いざねこのシャツっていうのを実際にまあ買うってなった時にですね、こうなかなかこう仕事で使うシャツっていうのにそこまでこう高額な値段を出す方っていうのはやっぱり年々減ってると思います。まあ実際ね今はまあ普通のシャツっていう風になれば本当にこう選ばなければ3,000、4,000、まあもしかしたらもっと安い値段でもっていうぐらいすぐに手に入るものじゃないですか。そこまでこうお金をかけるものでもないっていう感覚なのかなと思います。まあ実際シャツっていうのはねいつかは汚れたりしちゃいますから、そこまでねこう高額なお金をかけるものでもないのかなと思うんですけど、ただねやっぱりシャツの襟型だったりとか単純に着心地だったりとか、あとはお袖が明らかに足りてないなっていうものを着用している方も結構ね多かったりすると思いますし、それに悩んでる方も結構いるんじゃないかなと思います。そこでね、今回は僕たちがオリジナルでシャツを作りました。まあこれさえあれば絶対に大丈夫っていうようなねアイテムをちょっと今回取り揃えたので、今日はその新作をご紹介したいと思います。前置きが長くなりましたけれども、今回ですね僕たちが新たにね、まあそんな思いで、まあ本当にこう大人の男性が困った時に絶対必要なシャツっていうアイテムで本当にいい一着なんですけども、そこまで値段も張らずにすごくそしてかっこいいっていう、そんなものをちょっとね叶えたいなということで、今回作らせていただきました。ゼニアのスーツなどをいつもねよく紹介してますよね。でまあ僕も今実際に着てるんですけど、このスーツと同じスペラティボのレーベルで、今回はシャツっていうのをまあ、今期初めてですねちょっと作らせていただきますので紹介させていただこうかなと思います。早速ちょっとご紹介していきたいなと思っております。今並んでるこの計5着なんですけれども、こんな感じでですね、ちょっと作らせていただきました。一見すると本当に
なんてことないシャツじゃないかなと思います。まあ普通の白シャツですよね、はい。まあ、今回僕らがね作らせていただいたシャツっていうのは、まあさっきのお話からもまあお借りいただけるかなと思うんですけど、コンセプト的にも別に目指したいわけでもないんですよ。ただ本当の意味で名脇役と言いますか、本当にね男性がまあ着るってなった時に意味でね着こなしを邪魔しないんですけど、それでいてやっぱり上質っていうね、そんなものを目指して作らせていただきました。まずこのこだわったのがねいくつかあるんですけど、まあシンプルにまずは生地でございますね。生地は、綿100でございます。今の時代だと結構化学繊維がね混ざったような生地っていうのも多く存在します。やっぱりそういったものの方が携帯安定だったりとか、アイロンがあんまりいらないだったりとか、すごくそういった利点はあるかなとは思うんですけれども、まあ今回僕たちはやっぱり楽よりも品質を取りたかったので、シャツっていうのはね基本的にはまあ肌着もしくは素肌に着る人も全然いっちゃうぐらいですから、着心地っていうのをまず一番に優先して、これはね日本製のギザコットンっていう非常にね細い上質な糸で作らせていただきました。まあ見て分かる通り、まずこのシャツのツヤっぽさ、であとこればっかりは触ってみないと分かるんですけど、ちょっとねしっとりした、そんな生地感になっています。デザインはねすごくベーシックにしております。この辺りの前立てっていうのも基本的には排していますし、襟型なんかも非常にベーシックで、今回は全てね本当に僕もよく多用するセミワイドっていうカラーになってます。まあイタリアンシャツだと例えばこうカッターウェイとかホリゾンタルみたいなちょっと開いたものもありますし、レギュラーっていう割と狭めの形とかも非常に多いんですけど、個人的には今のこの時代感だったりとか、それからこのタイドアップもしくは納体っていう全部のバランスを低めた時に、やっぱこのセミワイドあたりが一番使いやすいのかなとは思っています。なのでね今回は一番、まあ、そういった意味でも非常に汎用性の高いセミワイドの襟型っていうのを採用しています。そしてカフスですね。カフスも今回全部統一しているんですけれども、こんな感じで、まあ、あまりねこのカフスっていうところにまずガツンとこう注目したことがない方は、そもそも自分の今持っているシャツがどんな形なのかももしかしたらわからないかもしれないです。シャツのオーダーとかをしたことある人だと割とこの辺もちょっとこう注目するのかなと思うんですけど、今回ね僕たちはこういったスクエアカフスというものにしています。スクエアカフスっていうのはまあ読んで字のごとくですね、こんな感じでカフスの周りがスクエア、いわゆる四角になっています。こう日本のまあ量販店とかに売ってるようなまあ、いわゆる規制のシャツだとこの辺がちょっとこう丸くなってる、ライン丸とか、まあ、そういったシャツの方が多いのかなと思うんですけど、今回僕たちはスクエアにしてます。このスクエアにしたのにもしっかりね理由がございまして、まずスクエアの方がやっぱりねちょっとエレガントな見え方をします。まあ、カフスなんてって思うかもしれないですけど、やっぱこの細部がすごく大事なわけですよね。でこのスクエアにすることによってやっぱりエレガントに、プラススクエアにすると何がいいかっていうと、ジャケットを合わせた時にですね、まあ、今日も僕スーツを着てますけど、袖からチラッと見えるこのシャツのバランスですよね。袖の見え方のバランスがここが非常に綺麗に出ます。ちょっと角が立つ分綺麗に見えるんですね。まあ、ダブルカフスとかに近いんですけど、まあ、スクエアにすることでそこまでねドレッシーに寄りすぎることもなくバランスよく綺麗に見えるっていうのがあります。これも含めて今回はそのスクエアっていうものを採用しています。であとはもうシンプルに仕立てですね。仕立てはですねこれちょっとなかなか YouTube でお話することは今まで少なかったんですけど、一応うちあの実店舗の方ではオーダーをやってます。オーダーシャツですね。でそのオーダーシャツの方で作らせてる日本製の工場で作らせてもらってて、まあ、職人が実際にこれ一本一本ね、ところどころ機械も入りつつもハンドも入りつつもっていう感じで仕立てていただいてます。やっぱりその工場がですねすごく技術が非常に高いので、正直その工場でやらなかった方がちょっと安くなるところもあったんですけど、まあ、上質なものっていう感じでね、そちらを取らせていただきました。まあ、そして、あとはボタンとかのですね、当然ながら、貝ボタンにしています。まあ、プラスチックなものでも正直ほとんど質感とか分かんないぐらいすごい今のプラスチックってすごいんですけど、やっぱりね違うんですよ。そのちょっと光の当たり方だったりとかそういったところでやっぱり差が出るなということで、ここはしっかり貝にさせていただいています。そして、ね、このシャツのさっきのね縫製のお話にちょっと戻るんですけど、
オーダーのね工場でするとやっぱり何がね一番いいかっていうと、やっぱりこう本縫い仕様になるってところなんですよね。でこれ普段ねほとんどというかもう全く聞き覚えがないと思います。ただ、これすごく大事でですね、まあ、巻き伏せ本縫いっていうふうにもよく言うんですけど、要するにシャツの縫い方なんですね。これ多分普段は本当に、まあ、見ないと分かんないとこだし、見ても最初は分かんないと思うんですけど、皆さんもねもしあったら自分のシャツをね一緒に見てほしいなんていうふうにも思いますが、この裏のこの要するに縫ってるステッチの部分なんです。僕が言ってるのはここが、まあ、巻き伏せ本縫いっていうのはこうわざわざ一回ね生地を巻いて伏せてそして縫ってやる。そうすると、まあ、縫い目がこんな感じで、ステッチの部分がほとんど見えずに生地がちょっとこう巻いてあるのがお分かりいただけるかな。これね、なんでするのかっていうと、こうする方がやっぱ着心地がいいんですよ。あとは単純ですけど生地の強度がやっぱりすごく増します。ただこれね非常にやっぱ手間がかかります。わざわざ一回こう巻いてで伏せて縫うっていうのはそれだけで非常にね手間がかかるんですよ。だってもう一回縫えてるわけですから、別にそれでもうシャツといっても別に大丈夫なんですけど、わざわざそうするにはやっぱり肌に当たった時にそのミシンのステッチの部分が荒かったりするとちょっとその当たり加減が着心地が悪いに繋がったりするわけですね。ちょっとヒリヒリする痛いとかね、で生地が硬かったら余計そうなるわけですよ。だからこそこのシャツっていうのはわざとこれを伏せてその縫い目が見えないようにして、でさらに細かく縫ってあげる。そうすることで生地が肌に当たっても肌触りが良くって、それでいて強度も増すっていうね、そういう仕様になってます。ただこれは非常に面倒くさいのでなかなか見受けられないんですけど、まあ、やっぱりねイタリアのそれこそうちが使ってるフィナーモレとかジャネットさん全部やってますし、まあそこはしっかりっていうことで、まあここに一番こだわりがあったっていう感じですかね。その仕立てがやっぱりやりたかったのでこの工場にしてもらってます。まあこんな感じでかなりこだわって作ったんですけども、それからねこれは単純なやっぱり見え感としてもう1点だけね、ございます。それがボタンの位置なんですね。こんな感じですね。外見はよくわかんないと思いますけど、皆さんねそれこそうちのフィナモレジャネットとかを愛用してる方、イタリア系のシャツとか愛用してる方で、やっぱりボタン2個開けてくださいとか、もしかしたら店員さんに言われたりもしたかもしれないし、僕らも動画で言ってるかもしれないですけど、2個開けてくださいとかよく言うじゃないですか。であれ2個開けてる2個目のボタンって第1ボタンなんですね。まずシャツっていうのはこのボタンが第1なんですよ。実はこっち第1じゃないんです。これ第襟のボタンなんで、これ別に第1ボタンというふうには言わないんです。なので第1ボタンを開けるっていうのがボタン2個開けるって時の、まあ、正解と言いますかね、そういった言い方になるんですけど、でもなんかこう開けて、あバランスいいな、かっこいいな、なんか違うなって思いつつも、なんか別のシャツでやるとなんかちょっと胸元開きすぎるなとか思ったことないですかね。僕は実際にあるんですけども、それね違うのがこの第襟のボタンからこの第1ボタンにかけてのこの感覚です。はい、細かいんですけどこの感覚がそういうイタリアのシャツって実はちょっと狭くなってるんです。こっちからは明らかにピッチが広いですよね。ここと比べるとこのピッチの差が、その第一ボタンを開けたとしても胸元がなんか変に開きすぎずになんかだらしなくは見えないっていうバランス感を作ってくれてるんです。でこれはやっぱり僕らも実際に納体で着ることも当然ありますから、それも含めてしっかりとね、この辺の感覚はちょっと狭くしてます。なので僕らのシャツは実際にまあこんな風に今日みたいにタイドアップをしてもすごくかっこいいんですけども、まあ時にはシャツ位置だったりとかそういったシーンも当然ながらあると思います。そういった時にも対応できるように少しね、納体でもより美しく見えるようにっていう形、ディティールにちょっとね変えさせていただいてます。まあここもねこだわってやりました。こんな感じでちょっと長々とね話させていただいたんですけれども、まあ、要するにですね、本当にいいシンプルなシャツっていうのが割とやっぱり吊るしでねこう見つけるのが難しくなっていって、本当にいいものだとやっぱりいい値段がするっていうのも裏方にはあってですね、もう少しお求めやすい感じでっていうので今回作らせていただいたのが僕らのスペラティボのラインナップになっています。それぞれちょっとね色柄なんですけど、本当に、シンプルなものに今回は、ファーストシーズンはやらせていただいてます。まずは白からサックスですね。こんな感じです。はい、この白とサックスのシャツ、
まあ、両方とも本当にビジネスで欠かすことができないですよね。でこちらと合わせて同じ白とサックスなんですけど、ちょっとだけねこんな感じで生地に綾の、まあ、織り柄といいますか、まあ、織の柄がある、こういったシャツにしてます。ほとんど無地に近いんですけど、まあ、若干だけ差分を作れるっていう感じですね。そして最後が、まあ、ロンドンストライプのシャツです。まあ、これも僕はラインナップにぜひ入れたいなということで、ちょっとこの生地すごくいいなということでオーダーしました。はい、それぞれ今回はまあ白とサックスの合わせて5型なんですけど、まあ実質的にはほとんど近いので、まあ大体3型ぐらいのね感じです。まあ白でも好みがちょっと分かると思うし、サックスでもっていう感じで、このあたりは大事なので2型ずつご用意しています。まあ白シャツとかに関してはもうまず言うことないですよね。例えば今日の僕のグレーとボルドーのネクタイの合わせのタイドアップのスタイル、本当にまあ基本となる形なので、これはもうフォーマルもそうだし、まあ今日みたいなこういうタイドアップのスタイル、あとは別に全然シャツ位置でもいいんですけど、本当に幅広くね、もう基本的にどんなスタイルでも合わせられるっていうようなねシャツかなと思います。まあ本当に1着どころか2着3着とねあってほしいアイテムですよね。であとはやっぱりサックス、もうサックスも僕本当に好きな色でですね、本当に例えば今日のこのスーツと合わせるのであれば、まあ、例えばこれに合わせてちょっとグラデーションって濃いめのまあネクタイですね、ブルー系のまあネイビーとかのネクタイをしてもいいし、あとはやっぱりネイビーのジャケットとかに合わせて、まあこれまたちょっとねパンツの色とかも拾いながらグレーだったりとかブラウン系のネクタイとかを持ってきたりもするっていうのも非常にありかなと思います。まあ白同様に清潔感もありつつも、やっぱりちょっとした遊びまではいかないですけど、色っぽさというかそういったものが出せるのがこのサックスかなと思います。それからこのやっぱりストライプもですね、これもやっぱいい色なんですよ。ちょっと濃いめのストライプにしていまして、非常にベーシックで合わせやすくしてます。今日みたいなスーツに合わせて、まあストライプオンストライプの時なんかはほぼネクタイはもう無地みたいな合わせでもすごくいいと思いますし、これは例えばねなんかベーシックなジャケパンのスタイルとかにこのシャツ入れてもらうと、一気にまあこう無地ベースでのべっとした感じっていうのが華やぎます。そんな風なまあ使い方をしてもらうのもすごくいいと思うし、あとはこれねシャツ自体もすごく形も綺麗なので、シンプルに納体でシャツ位置で着てもらう、これも非常にバランスがすごくいいのかなと思います。そうしてあげるだけでもすごく綺麗だし、やっぱりねあのシャツの良さっていうのが映えるので、ぜひこれは納体シャツ位置っていう着方も、まあ、今の時期だとちょっとレイヤードをするのでねなかなか難しいかもしれないですけど、そういった着方もありじゃないかなと思います。まあ本当にいつのシーズンでもオールシーズン使えるものなので、ぜひね皆さんのワードローブにここぞっていうシャツっていうのを一着ね加えていただきたいなと思います。最後にね価格ですね。今回のねこのシャツ作るにあたって、まあ、結構ねあのいろいろと補助とも、まあ、交渉もした上でですね、今回は9800円とプラス税という感じでやらせていただきます。まあ、さっきの量販店とかの話でした時に、まあ、シャツ1着で考えたらちょっとやっぱ値は張るかもしれないですけど、この工場のねクオリティだったりとか、あとは型紙もすごくやっぱりバランスって綺麗なんですよね。でその辺も含めて考えた時には9800円ですけれども、全然ね高くないと思います。すごくね僕個人的には非常にまあ2万3万ぐらいするシャツとも貼れるぐらいのクオリティのものができたのかなと思ってますので、今回はねそのぐらいの価格でギリまあちょっと1万円を切る感じでなんとかできたのでですね、ぜひね本当にこうベーシックなシャツが欲しいって思ってる方だったりとか、まあこの動画を見た上であちょっと必要だなって思ってもらった方なんかはぜひね本当に後悔しないと思うので、お試しいただきたいなと思います。はい、ということで今日ね紹介したこのシャツっていうのはすべて概要欄の方に貼っておきますので、ぜひですねそちらからご覧いただければなと思います。はい、というわけで僕たちのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひねチャンネル登録、それから高評価、あとはですね通知音などもよろしくお願いします。あとねコメントもぜひください、お願いします。というわけでムンでした。バイバイ。